新入り、噂は聞いたぜ。大陸の端っこからたった一人で砦にたどり着いたんだって。やるじゃねえか。腕っぷしは確か運もあるか。うん、あんたは見どころがありそうだ。ちょっと俺についてきてくれよ。よし、着いたぜ。あんたの持ち場はここだ。今日こそ魔物どもを蹴散らしてやろうぜ。最後の最後まで戦い抜こうな。へえ。構う余裕はない。来るぞ。その体験、その強さ、貴様がグレイグか。魔軍司令殿の言う通りだな。馬鹿正直で間抜けな面よ。えはははははは。貴様を仕留めれば褒美はたんまりだ。魔軍司令殿は気前がいいぞ。
前たち何をボケっとしている。クレイグを殺せ。かかれ。さあ、進もう。グレイグ様、王がお呼びです。あなたも共に。わかった。すぐに行く。この度の働き、見事であった。グレイグ、そして勇者よ。お前たちのその強さを見て、わしは確信した。この地に光を取り戻す戦いを、今こそ仕掛ける時だとな。魔物の巣窟と化したデルカダール城に潜入し、常闇を生む魔物を打ち倒す。お前たちにこの作戦を任せたい。お言葉ですが、王よ。まあ聞け。わしとて無策ではない。どうにか敵に一矢報いる手はないかと密かに城を探らせておったのだ。報告によれば、デルカダールの丘の崖上にデルカダール城内に潜入できる地下水路への道を見つけたらしい。城の中へ入るにはあの道しかない。この鍵で地下水路から城内へ忍び込むのだ。そなたに預けよう。王よ、私は反対です。その間、砦の指揮は誰が取るのです。我らの留守に攻め入られれば、ここは魔物の餌場と同じですぞ。そこを利用するのだ。魔物がここを攻めている間であれば、城内の警備は手薄になろう。今こそデルカダール城に潜む常闇を生む魔物を打ち払うのだ。さすれば再び我らに朝を取り戻せるだろう。しかし私はこれ以上民を失うわけにはいかない。
だからこそお前にこの作戦を頼むのだ。お前しかいない。このまま夜だけが続けば人の心も失われよう。なに案ずるな。わしはこの数ヶ月の間を思い知らされた。我が民は強く優しさに満ちて何よりも勇敢だ。一晩だ、一晩持ちこたえれば我らの勝利ぞ。砦はわしが守る。は、任せたぞ。そなたらは我らの希望じゃ。グレイグ様、お願いです。少しだけ、少しだけ息子と話をさせて。手短にな。
行くのね。何があってもへこたれるんじゃないよ。グレイグ様と助け合ってしっかりお役目を果たしてくるんだよ。母さんも年かね。あたりがこう暗くっちゃあんたの顔も見えやしない。だからお願いだよ、今度は太陽の下であんたの顔をよく見せとくれ。時間がない、行くぞ。息子をよろしくお願いいたします。うん、リタリフォン、ご婦人を砦へ送ってやれ。魔物たちが砦の方角に飛んでいく。我々にできるのは信じることだけか。ぐずぐずしている暇はない。先を急ぐぞ。上出来だ。
Thank you.
我らの勝利だ。
皆に守りを。ふん。ひどい有様だな。上に上がる階段まで壊されている。おそらくこの先の玉座の間に常闇を生む魔物が潜んでいるのだろう。神聖な玉座を汚すとは許せぬ。何とかして上に上がる別の道を探すぞ。バカ力だな、グレイグ。ハハハハハ、二人とも元気が良いな。挨拶がまだであっただろう。我が娘マルティナだ。お前たち二人がこの国の未来を守るのだ。頼んだぞ、グレイグ、ホメロス。はいはい。なあ、ホメロス。お前の知恵と俺の力、二つが合わされば、王国一の騎士になれるぞ。そして姫様と。
この国をお守りするんだ。おい、聞いているのか、オメロス。なんだよ。王国最強の騎士に与えられるというデルカダールの盾が王の資質にあるらしい。見てみたくはないか。いずれ僕たちが手にする盾なんだろ。しかしな、どうやって見るんだ。王の資質なんて魔法でも使えなきゃ入れやしないぞ。誰にも言うなよ。この前俺は一人のつまみ食い犯を見つけた。誰だったと思う？ん？我が王だよ。食器棚の裏から出てきてケーキを一口パクッとさ。あれは王の資質につながっているはずだ。そういうことか。近頃お腹がだらしないって王妃様に叱られていたもんな。今晩台所に集合だ。いいな。お。そうだ。長らく忘れていた。台所に王の資質へ続く隠し階段がある。しかし、この現象は一体。時を超え、世界の記憶を知る。そうか。それが大樹へと連なる、勇者の力というものなのか。台所は、城の北側にある食堂の奥だ。そこにある食器棚を調べてみよう。行くぞ。あの時は俺が衛兵に見つかって、この階段を見つけることはできなかった。王に叱られて、城中の鎧を磨かされたよ。ホメロスは怒ってな。と、組合の大喧嘩だ。あの頃は悪さばかりして、王を困らせていたものだ。だが、そうだ。楽しかった。二人でデルカダールの未来を担うのだと。心から信じていた。今までの非礼を詫びる。すまなかった。この先に誰が待ち受けていようとも俺は戦う。もう二度と俺の剣が道に迷わぬよう力を貸してくれ。うん。
上出来だ。お元気そうで、何より。我が友、そして、哀れな悪魔の子よ。ホメロス、やはりお前か！にゃー！にゃー！ふふふ、その短気、直した方がいいな。周りが見えていないから、お前はいつも空回る。なぜ魔王に魂を売った？共にデルカダールを守る、そう誓ったはずだ。ホメロス、なぜ、なぜと問うのか。お前が私に？ははは、何がおかしい？では、私もお前に問おう。なぜ、お前は私の前を歩こうとする？なぜ、お前ばかりが力を得る？なぜだ、グレイグ！私はもうお前の後ろは歩かない。愛も夢も光も、そして友も、この世界では何の意味も持たない。あるべきは力、世界を滑る闇の力だけ。私の力を認めてくださるあの方こそが真の王。王の歩みを邪魔する者は私が許さぬ。故郷を奪われ、民を失い、友は去った。英雄と呼ばれて戦い続けても、俺に守れるものなど何もないと思っていた。だが、まだだ。まだ俺にも守るべきものがある。お前が世界を救う勇者なら、俺は勇者を守る盾となろう。いや、魔王の手の者よ。その命、私がもらい受ける。できるかな、我が友よ。さあ、お遊びはここまでだ。グレイグ、私はお前の先を歩く。
お前はここで朽ち果てるのだ。ホメロス。我は魔王様の力を受けし、六軍王が一人、色軍王ゾーデ、闇を愛し光を憎む者。我は思う、そなたらは卑しい光を望む者たち、そして何より哀れな者たち。魔王様は闇をお望みだ。我の命尽きるまで正常なる常闇は消えぬ。なればこの地に光は戻らぬ。そう、汚れた光を癒しましょうぞ。勝利を我らに作るとうん。デホイムセイドルクマン。私の愛しき闇が気が弱し、光があふれ。
さすがだな。来てくれたのか、リタリフォン。常闇は消えた。しかし皆が心配だ。一刻も早く砦に戻らなくては。帰ろう。最後の砦に。